ははいでは今回はこのデジタルミキサーのトークバックっていう機能を教えていただきたいと思うんですけども、はい、まあこのエンジニアさんが直接マイクとかこの内蔵されたあのマイクを通してえまあ全体全体的にあの音を流したりもしくはあの賛美チームとかその前に立ってる人のイヤホンとかモニタースピーカーに声をあのこう伝えていくその設定方法ですね,ですねトークバックっていうものですね、はい、その方法を教えていただけますかははいわかりましたこのミクソは一番、はい 上を見るとトークベクって書いてるこのポットがあるんですよねトーク A って書いてるしトーク P って書いてるんですこれを押すことであの話したら内蔵されてるマイクもあるし他のマイクをミサリチェって話すこともあるんですけども内蔵されてるマイクはこっちにあるんですここにあるんですねマイクって書いてあるんですよマイクって書いてありますね でこっちのマイクの入り口から離したらこの信号が送るんですね。あとは後ろに見ると「はい、トクペックペク」って書いてるこのマが、うんね、はいそっちに、うん、そっちにつなげばいいことですね。 右に行くとですね、このビューボテンがまたあるんですけども、これ押すことでトコベクの情報が見えるんですね。はい、これを押したら画面に出てますけども、じゃああのトコベクの A と P があるんですよね。はいじゃあトコベクの A にちっと行ってみましょうか。はい。じゃあいったらですね、こう レベルが見えるんですけれどもマイクで私たちが話したその特ッ枠のレベルがこのレベルビーターにレベルが来るんですよね。じゃあイクストラのマイクって書いてるんですけれどもこれを押したらですねミクサの後ろにつけた他のマイクそのマイクに話したそのレベルが来るんですよ。でも今はこれを 幼いくて内いされていはいさっき見たマイクはいそのマイクで話したいというんですけれどもはい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 のいは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 すはい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 ははい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  送ってるこのレベルですね、はい、このマイクから入ったこ、はいうん、の信号レベルを送りたいんですよ。じゃあ私たちが今話してるこのレベルを特、はいはい、ク,クのレベルをどこに送るかというとパースにも書いてるしメインのそれも書いてるんですけども、はいはい、それでこれをあのメインに行ったらですね、はい、メインに行って押せばけば、うん 私たちが話してるこのレベル、このマイクの信号がメインのスピーカーに、はい、メインのアウトに行くんですよ。はいメインのアウトに行くんですね。その上にパスって書いてるんですね。はいはい例えばパス1番、2番、3番、4番そういうことをモニタースピーカー用で私たちが使うと、これをアサインすることでですね。なるほどね。1番のモニターにも送れるし、2番の モニターにもれですね3番はもう1階のラビとか4番はもう3階のロビとかはい、はい、そういう私たちが送りたいその場所にバーストとしてですね送ることができるととです、ね、ここにあの「トーク A トーク B」ってボタンがあるんで、はい、その,あの送りたい、えー、場所をこう変えて A の時は A のところ B の時は B のところってこう切り替えるることででできるんすすねねそうですね、うん、あとは特ク,クの A はこう内助されているマイクをオッサインしてすることもできるし特クの P はこう後ろにある特ク,ベクの,そのマイク、うん、この右下に付けたマイクでもう話すこともできるし、うん、エンジニアさんが特ク,クの A を付けてこっちに立ってるエンジニアさんがこのマイクで話すこともできるし A 像チームとかですね。あなるほど、はいうん サンビチームに話したいとか、あの他の場所に話したい場合、その時はそのトークバックの B B を使ったり、そうアサイして、この後ろにつけたそのケーブルを長くしてですね、あのチームのルームとかあのチームの場所に置くといいですよね。ああ、そういうことなんですね。それも全部細かく設定をすればいいと、さっきのようにですね。じゃあ今回はこのデジタルミキサーのトークバックその機能とだと設定方法を教えていただきました。 本当、あ、今回はありがとうございました。ありがとうございます。